メタマテリアルといいう材料を知っていますかメタマテリアルとは光の波長よりも小さい特殊な形をしたメタアトムと呼ばれる金属の部品を光の波長よりも短い間隔でたくさん集めて作った人工の光材料のことですこのメタアトムは光をキャッチしたり放出したりするアンテナの役割を持っていますですのでメタマテリアルの中を進む光は このメタアトムと相互作用しながら進むことになりますこのメタアトムは非常に小さいので光にとってみればそのメタアトム一個一個を見分けることはできませんその代わりメタアトムの集合体がメタアトムの性質を持ったある一つの大きな均一な光材料のように見えてくるわけですこれがメタマテリアルなのですメタマテリアルの面白いところはメタアトムの設計次第で 自然界にはないような人工材料を作ることができることです最も有名なメタマテリアルは負の屈折率を持つメタマテリアルです自然界にある材料は正の屈折率を持っていますので斜めに光が入ると正の屈折角で光は曲がりますところが負の屈折率を持つメタマテリアルを斜めに光を入りますと屈折角が負の方向に曲がるという ありえない方向に光を曲げることができますこの特性を利用するとスーパーレンズと呼ばれる特殊なレンズで光をありえないぐらい小さく絞ることができるレンズを生み出すことができたり透明マントのようなクローキング技術ということもできるこういうことが実際に実験で確かめられていますところでメタマテリアルはどうやって作るのでしょうメメタタマテリアルを構成するメタアトムは 例えば金や銀でできたナノサイズの小さな棒状であるとかリング状をしていますこれらは最新のナノ加工技術を使えば作ることはできますがメタマテリアルにしようと思うとこれをたくさん作ってやらないといけませんつまりナノ加工技術と大量生産という相反する要求を満たす新しい作成方法が必要だということになります様々な研究者がいろんな方法を検討していますが 今のところ実用的なメタマテリアルにつながりそうな作成方法というのはまだできていませんものづくり技術が進歩し近い将来実用的なメタマテリアルが登場することを期待しています